ある秋の夜、2チャンネルのオカルト版に新しいスレッドが立ち上がった。そのスレッドは、実は忘れられたトンネルで奇妙な体験をしたんだが、というタイトルで、投稿者が自身の体験を語るものであった。第一章、トンネルの噂。投稿者の名前は、佐藤。彼は大学生で、友人たちと心霊スポット巡りを楽しんでいた。これは俺が大学3年の秋に体験した話だ。俺たちは友人4人で、心霊スポットを巡るのが好きだった。その中でも特に興味を惹かれたのが、山奥にある古いトンネルだった。地元では、そのトンネルが呪われているという噂があり、誰も近づかない場所だった。俺たちはその噂を確かめるため、トンネルに行くことを決意した。友人の一人がその場所について詳しい地図を持ってきて、俺たちは車で現地に向かった。道は次第に狭くなり、やがて車で進めなくなった。俺たちは車を降りて、徒歩でトンネルに向かうことにした。第二章、トンネルへの道。トンネルに向かう途中、周囲は次第に薄暗くなっていった。山道は険しく、足元には草が生い茂っていた。友人の一人が、ここ、本当に道合ってるのか、と不安げに尋ねたが、地図には確かにこの道が示されていた。やがて、古びた石のトンネルが見えてきた。トンネルは苔むしており、長い間放置されていることが一目で分かった。俺たちは少し躊躇したが、好奇心が勝り、そのまま進むことにした。第三章、トンネルの入り口。トンネルに到着したのは夜中の2時頃だった。周囲は静まり返り、まるで時間が止まったかのような雰囲気だった。トンネルの入り口には古びた石のアーチがあり、その奥には暗闇が広がっていた。俺たちは懐中電灯を手に取り、トンネルの中に入ることにした。トンネルの中はひんやりとしており、何か不吉な気配が漂っていた。友人の一人が、ここ、本当に大丈夫か、と不安げに尋ねたが、皆は好奇心に勝てなかった。第四章、奇妙な気配。トンネルの中を探索していると、次第に奇妙な現象が起こり始めた。突然、耳鳴りがしたり、視界が歪んだり、幻覚のようなものが見えたりした。特に怖かったのは、誰もいないはずの場所で人影を見たことだ。その人影はトンネルの奥に立っていて、じっとこちらを見つめていた。俺たちは恐怖で動けず、ただその場に立ち尽くしていた。やがて、人影はゆっくりと消えていったが、俺たちの恐怖は消えなかった。第五章、消えた友人。探索を続けていると、突然友人の一人がいなくなった。彼の名前は山田。皆で呼びかけても応答がなく、周囲を探しても見つからなかった。俺たちはパニックに陥り、一刻も早くトンネルを出ようとしたが、出口が見つからなかった。道が消えたように感じられ、俺たちは完全に迷子になった。すべての道が同じように見え、何度も同じ場所に戻ってきてしまった。友人の一人が、これ、本当にやばいんじゃないか、と言い出し、皆が焦り始めた。第六章、
異次元への扉。迷子になった俺たちの中で、次第に異次元につながるような感覚が強くなっていった。トンネル全体が異様な雰囲気に包まれ、まるで現実とは違う世界に迷い込んだかのようだった。壁には奇妙な模様が浮かび上がり、周囲の空気も重く感じられた。俺たちは出口を探しながらも、何かに引き寄せられるようにトンネルの奥へと進んでいった。そして最奥部にある古びた扉を見つけた。扉には古い錠がかかっていたが、何かに導かれるようにして鍵を開けることができた。第7章、異世界での出会い。扉の向こうには全く別の空間が広がっていた。そこは見たこともない風景が広がっており、空には不自然な色の月が浮かんでいた。俺たちは恐怖と興奮でその場に立ち尽くしていた。その時、異世界の住人らしき者たちが現れた。彼らは人間のような姿をしていたが、何かが違った。彼らは静かに俺たちに近づき、穏やかな声で話しかけてきた。ここはお前たちの来るべき場所ではない。すぐに戻るべきだ、と言われた。第8章、帰還の儀式。異世界の住人たちは俺たちを元の世界に戻すための儀式を行うと言った。彼らは奇妙な呪文を唱え、周囲の空気が変わり始めた。俺たちはただその場に立ち尽くし、彼らの行動を見守るしかなかった。やがて、異世界の住人たちが儀式を終えると、俺たちは突然強い光に包まれた。次の瞬間、俺たちは再びトンネルの中に戻っていた。全員が無事に戻ってきたが、山田だけは見つからなかった。第9章、後日談。帰宅した俺たちは、トンネルについて詳しく調べることにした。地元の図書館で古い記録を調べた結果、驚くべき事実が判明した。あのトンネルはかつて、異次元につながる入り口として使われていたという。多くの人々が行方不明になり、トンネルは封鎖されたという記録が残っていた。さらに、あのトンネルを訪れた者たちの中で、無事に戻ってきた者はほとんどいなかったという話も聞いた。俺たちはその事実を知り、再びあのトンネルに行くことはないと誓った。しかし、友人たちの中には未だにあのトンネルの影響が残っているようだった。第10章、スレッドの反響。佐藤の投稿が終わると、スレッドには多くのレスがついた。怖すぎる。そんなトンネルが本当にあるのか。無事に帰れてよかったな。他のユーザーたちも、自分の体験や、他の心霊スポットの話を共有するようになり、スレッドは一気に盛り上がった。しかし、中にはこんなレスもあった。そのトンネル、まだ存在するのか。もう一度確認しに行くべきじゃないか。佐藤はそのレスに対し、もう二度とあのトンネルには近づきたくない。あれは本当に恐ろしい体験だった。と返信した。第11章、新たな恐怖。それからしばらくして、再びスレッドに奇妙な書き込みが現れた。それは、佐藤があのトンネルに行ったというユーザーの話だった。俺もあのトンネルに行ってみたんだ。昼間だったから特に怖くはなかったけど、やっぱり何かの気配を感じた。何もないはずの場所に、
人影が見えたんだ。すぐにその場を離れたけど、あれは一体何だったんだろう。これを受けて、他のユーザーたちも次々とそのトンネルに行った体験を語り始めた。夜中に行ってみたけど、道に迷った。誰もいないはずなのに、笑い声が聞こえた。第12章、再度の調査。スレッドが盛り上がる中、あるユーザーが詳しい調査を行った結果を投稿した。俺はこのトンネルのことを詳しく調べてみたんだ。どうやら、同じような現象が全国各地で報告されているらしい。トンネルの内容は少しずつ違うけど、共通しているのは異次元につながっているという点だ。この書き込みに対し、他のユーザーたちはさらに興味を持ち、調査を続けることになった。第13章、新たな儀式。あるユーザーが提案した。このままだと、また誰かがあのトンネルに行ってしまう。俺たちで新たな封印の儀式を行おう。そして、数名のユーザーが集まり、再びトンネルへ向かった。彼らは専門家に相談し、新たな封印の儀式を行うための準備を始めた。儀式は慎重に行われ、全員が無事に帰還した。スレッドにはその報告が投稿された。無事に封印してきた。これであのトンネルは安全だと思う。エピローグ。その後、スレッドには新たな書き込みはなく、静かに沈黙していった。佐藤も再びに地上生活に戻り、平穏な日々を過ごしていた。しかし、ある日、彼のもとに再び一通の手紙が届いた。その手紙には、またしても異次元に関する記述が書かれていた。今度は、以前よりもさらに詳細な内容だった。これで本当に終わりなのか。佐藤は恐怖と不安を感じながらも、再び異次元の問題に立ち向かう決意をした。そして、スレッドには新たな冒険が始まる予感が漂っていた。ある冬の夜、2チャンネルのオカルト版に新しいスレッドが立ち上がった。そのスレッドは、実は、消えた公園で奇妙な体験をしたんだが、というタイトルで、投稿者が自身の体験を語るものであった。第1章、公園の噂。投稿者の名前は、田中。彼は大学生で、友人たちと心霊スポット巡りを楽しんでいた。これは俺が大学3年の冬に体験した話だ。俺たちは友人4人で、心霊スポットを巡るのが好きだった。その中でも特に興味を惹かれたのが、町の郊外にある古い公園だった。地元では、その公園が突如として姿を消し、誰も行かなくなったという噂があった。俺たちはその噂を確かめるため、公園に行くことを決意した。友人の一人がその場所について詳しい地図を持ってきて、俺たちは車で現地に向かった。道は次第に狭くなり、やがて車で進めなくなった。俺たちは車を降りて、徒歩で公園に向かうことにした。第2章、公園への道。公園に向かう途中、周囲は次第に薄暗くなっていった。街灯も少なく、道は荒れ果てていた。友人の一人が、ここ、本当に道合ってるのか、と不安げに尋ねたが、地図には確かにこの道が示されていた。
やがて古びた遊具が見えてきた。ブランコや滑り台は錆びついており、長い間放置されていることが一目で分かった。俺たちは少し躊躇したが、好奇心が勝り、そのまま進むことにした。第三章、公園の入り口。公園に到着したのは夜中の2時頃だった。周囲は静まり返り、まるで時間が止まったかのような雰囲気だった。公園の入り口には古びたゲートがあり、その奥には暗闇が広がっていた。俺たちは懐中電灯を手に取り、公園の中に入ることにした。公園の中はひんやりとしており、何か不吉な気配が漂っていた。友人の一人が、ここ本当に大丈夫かと不安げに尋ねたが、皆は好奇心に勝てなかった。第四章、奇妙な気配。公園の中を探索していると、次第に奇妙な現象が起こり始めた。突然、耳鳴りがしたり、視界が歪んだり、幻覚のようなものが見えたりした。特に怖かったのは、誰もいないはずの場所で人影を見たことだ。その人影は公園の奥に立っていて、じっとこちらを見つめていた。俺たちは恐怖で動けず、ただその場に立ち尽くしていた。やがて人影はゆっくりと消えていったが、俺たちの恐怖は消えなかった。第五章、消えた友人。探索を続けていると、突然友人の一人がいなくなった。彼の名前は鈴木。皆で呼びかけても応答がなく、周囲を探しても見つからなかった。俺たちはパニックに陥り、一刻も早く公園を出ようとしたが、出口が見つからなかった。道が消えたように感じられ、俺たちは完全に迷子になった。すべての道が同じように見え、何度も同じ場所に戻ってきてしまった。友人の一人が、これ、本当にやばいんじゃないか、と言い出し、皆が焦り始めた。第六章、異次元への扉。迷子になった俺たちの中で、次第に異次元につながるような感覚が強くなっていった。公園全体が異様な雰囲気に包まれ、まるで現実とは違う世界に迷い込んだかのようだった。木々は奇妙な形に歪み、周囲の空気も重く感じられた。俺たちは出口を探しながらも、何かに引き寄せられるように公園の奥へと進んでいった。そして最奥部にある古びた滑り台にたどり着いた。滑り台には古い錠がかかっていたが、何かに導かれるようにして鍵を開けることができた。第七章、異世界での出会い。滑り台の向こうには全く別の空間が広がっていた。そこは見たこともない風景が広がっており、空には不自然な色の月が浮かんでいた。俺たちは恐怖と興奮でその場に立ち尽くしていた。その時、異世界の住人らしき者たちが現れた。彼らは人間のような姿をしていたが、何かが違った。彼らは静かに俺たちに近づき、穏やかな声で話しかけてきた。ここはお前たちの来るべき場所ではない。すぐに戻るべきだ、と言われた。第八章、帰還の儀式。異世界の住人たちは俺たちを元の世界に戻すための儀式を行うと言った。彼らは奇妙な呪文を唱え、周囲の空気が変わり始めた。俺たちはただその場に立ち尽くし、
彼らの行動を見守るしかなかった。やがて異世界の住人たちが儀式を終えると、俺たちは突然強い光に包まれた。次の瞬間、俺たちは再び公園の中に戻っていた。全員が無事に戻ってきたが、鈴木だけは見つからなかった。第9章、後日談。帰宅した俺たちは、公園について詳しく調べることにした。地元の図書館で古い記録を調べた結果、驚くべき事実が判明した。あの公園はかつて、異次元につながる入り口として使われていたという。多くの人々が行方不明になり、公園は封鎖されたという記録が残っていた。さらに、あの公園を訪れた者たちの中で、無事に戻ってきた者はほとんどいなかったという話も聞いた。俺たちはその事実を知り、再びあの公園に行くことはないと誓った。しかし、友人たちの中には未だにあの公園の影響が残っているようだった。第10章、スレッドの反響。田中の投稿が終わると、スレッドには多くのレスがついた。怖すぎる。そんな公園が本当にあるのか。無事に帰れてよかったな。他のユーザーたちも、自分の体験や他の心霊スポットの話を共有するようになり、スレッドは一気に盛り上がった。しかし、中にはこんなレスもあった。その公園、まだ存在するのか。もう一度確認しに行くべきじゃないか。田中はそのレスに対し、もう二度とあの公園には近づきたくない。あれは本当に恐ろしい体験だった。と返信した。第11章、新たな恐怖。それからしばらくして、再びスレッドに奇妙な書き込みが現れた。それは、田中があの公園に行ったというユーザーの話だった。俺もあの公園に行ってみたんだ。昼間だったから特に怖くはなかったけど、やっぱり何かの気配を感じた。何もないはずの場所に、人影が見えたんだ。すぐにその場を離れたけど、あれは一体何だったんだろう。これを受けて、他のユーザーたちも次々とその公園に行った体験を語り始めた。夜中に行ってみたけど、道に迷った。誰もいないはずなのに、笑い声が聞こえた。第12章、再度の調査。スレッドが盛り上がる中、あるユーザーが詳しい調査を行った結果を投稿した。俺はこの公園のことを詳しく調べてみたんだ。どうやら、同じような現象が全国各地で報告されているらしい。公園の内容は少しずつ違うけど、共通しているのは異次元につながっているという点だ。この書き込みに対し、他のユーザーたちはさらに興味を持ち、調査を続けることになった。第13章、新たな儀式。あるユーザーが提案した。このままだと、また誰かがあの公園に行ってしまう。俺たちで新たな封印の儀式を行おう。そして、数名のユーザーが集まり、再び公園へ向かった。彼らは専門家に相談し、新たな封印の儀式を行うための準備を始めた。儀式は慎重に行われ、全員が無事に帰還した。スレッドにはその報告が投稿された。無事に封印してきた。これであの公園は安全だと思う。エピローグ。その後、
スレッドには新たな書き込みはなく、静かに沈黙していった。田中も再びに地上生活に戻り、平穏な日々を過ごしていた。しかし、ある日、彼のもとに再び一通の手紙が届いた。その手紙には、またしても異次元に関する記述が書かれていた。今度は、以前よりもさらに詳細な内容だった。これで本当に終わりなのか。田中は恐怖と不安を感じながらも、再び異次元の問題に立ち向かう決意をした。そして、スレッドには新たな冒険が始まる予感が漂っていた。ある秋の夜、2チャンネルのオカルト版に新しいスレッドが立ち上がった。そのスレッドは、実は山奥の廃屋で奇妙な体験をしたんだが、というタイトルで、投稿者が自身の体験を語るものであった。第1章、廃屋の噂。投稿者の名前は中村。彼は大学生で、友人たちと心霊スポット巡りを楽しんでいた。これは俺が大学2年の秋に体験した話だ。俺たちは友人4人で、心霊スポットを巡るのが好きだった。その中でも特に興味を惹かれたのが、山奥にある古い廃屋だった。地元では、その廃屋が呪われているという噂があり、誰も近づかない場所だった。俺たちはその噂を確かめるため、廃屋に行くことを決意した。友人の一人がその場所について詳しい地図を持ってきて、俺たちは車で現地に向かった。道は次第に狭くなり、やがて車で進めなくなった。俺たちは車を降りて、徒歩で廃屋に向かうことにした。第2章、廃屋への道。廃屋に向かう途中、周囲は次第に薄暗くなっていった。山道は険しく、足元には草が生い茂っていた。友人の一人が、ここ、本当に道合ってるのか、と不安げに尋ねたが、地図には確かにこの道が示されていた。やがて、古びた木の家が見えてきた。家は苔むしており、長い間放置されていることが一目で分かった。俺たちは少し躊躇したが、好奇心が勝り、そのまま進むことにした。第3章、廃屋の入り口。廃屋に到着したのは夜中の2時頃だった。周囲は静まり返り、まるで時間が止まったかのような雰囲気だった。廃屋の入り口には古びたドアがあり、その奥には暗闇が広がっていた。俺たちは懐中電灯を手に取り、廃屋の中に入ることにした。廃屋の中はひんやりとしており、何か不吉な気配が漂っていた。友人の一人が、ここ、本当に大丈夫か、と不安げに尋ねたが、皆は好奇心に勝てなかった。第4章、奇妙な気配。廃屋の中を探索していると、次第に奇妙な現象が起こり始めた。突然、耳鳴りがしたり、視界が歪んだり、幻覚のようなものが見えたりした。特に怖かったのは、誰もいないはずの場所で人影を見たことだ。その人影は廃屋の奥に立っていて、じっとこちらを見つめていた。俺たちは恐怖で動けず、ただその場に立ち尽くしていた。やがて、人影はゆっくりと消えていったが、俺たちの恐怖は消えなかった。第5章、消えた友人。
探索を続けていると、突然友人の一人がいなくなった。彼の名前は山田。皆で呼びかけても応答がなく、周囲を探しても見つからなかった。俺たちはパニックに陥り、一刻も早く廃屋を出ようとしたが、出口が見つからなかった。道が消えたように感じられ、俺たちは完全に迷子になった。すべての部屋が同じように見え、何度も同じ場所に戻ってきてしまった。友人の一人が、これ、本当にやばいんじゃないか、と言い出し、皆が焦り始めた。第六章、異次元への扉。迷子になった俺たちの中で、次第に異次元につながるような感覚が強くなっていった。廃屋全体が異様な雰囲気に包まれ、まるで現実とは違う世界に迷い込んだかのようだった。壁には奇妙な模様が浮かび上がり、周囲の空気も重く感じられた。俺たちは出口を探しながらも、何かに引き寄せられるように廃屋の奥へと進んでいった。そして、最奥部にある古びた扉を見つけた。扉には古い錠がかかっていたが、何かに導かれるようにして鍵を開けることができた。第七章、異世界での出会い。扉の向こうには全く別の空間が広がっていた。そこは見たこともない風景が広がっており、空には不自然な色の月が浮かんでいた。俺たちは恐怖と興奮でその場に立ち尽くしていた。その時、異世界の住人らしき者たちが現れた。彼らは人間のような姿をしていたが、何かが違った。彼らは静かに俺たちに近づき、穏やかな声で話しかけてきた。ここはお前たちの来るべき場所ではない。すぐに戻るべきだ、と言われた。第八章、帰還の儀式。異世界の住人たちは俺たちを元の世界に戻すための儀式を行うと言った。彼らは奇妙な呪文を唱え、周囲の空気が変わり始めた。俺たちはただその場に立ち尽くし、彼らの行動を見守るしかなかった。やがて、異世界の住人たちが儀式を終えると、俺たちは突然強い光に包まれた。次の瞬間、俺たちは再び廃屋の中に戻っていた。全員が無事に戻ってきたが、山田だけは見つからなかった。第九章、後日談。帰宅した俺たちは、廃屋について詳しく調べることにした。地元の図書館で古い記録を調べた結果、驚くべき事実が判明した。あの廃屋はかつて、異次元につながる入り口として使われていたという。多くの人々が行方不明になり、廃屋は封鎖されたという記録が残っていた。さらに、あの廃屋を訪れた者たちの中で、無事に戻ってきた者はほとんどいなかったという話も聞いた。俺たちはその事実を知り、再びあの廃屋に行くことはないと誓った。しかし、友人たちの中には未だにあの廃屋の影響が残っているようだった。第十章、スレッドの反響。中村の投稿が終わると、スレッドには多くのレスがついた。怖すぎる。そんな廃屋が本当にあるのか。無事に帰れてよかったな。他のユーザーたちも、自分の体験や、他の心霊スポットの話を共有するようになり、スレッドは一気に盛り上がった。しかし、中にはこんなレスもあった。その廃屋、
まだ存在するのか、もう一度確認しに行くべきじゃないか。中村はそのレスに対し、もう二度とあの廃屋には近づきたくない。あれは本当に恐ろしい体験だった。と返信した。第11章、新たな恐怖。それからしばらくして、再びスレッドに奇妙な書き込みが現れた。それは、中村があの廃屋に行ったというユーザーの話だった。俺もあの廃屋に行ってみたんだ。昼間だったから特に怖くはなかったけど、やっぱり何かの気配を感じた。何もないはずの場所に人影が見えたんだ。すぐにその場を離れたけど、あれは一体何だったんだろう。これを受けて他のユーザーたちも次々とその廃屋に行った体験を語り始めた。夜中に行ってみたけど、道に迷った。誰もいないはずなのに、笑い声が聞こえた。第12章、再度の調査。スレッドが盛り上がる中、あるユーザーが詳しい調査を行った結果を投稿した。俺はこの廃屋のことを詳しく調べてみたんだ。どうやら、同じような現象が全国各地で報告されているらしい。廃屋の内容は少しずつ違うけど、共通しているのは異次元につながっているという点だ。この書き込みに対し、他のユーザーたちはさらに興味を持ち、調査を続けることになった。第13章、新たな儀式。あるユーザーが提案した。このままだと、また誰かがあの廃屋に行ってしまう。俺たちで新たな封印の儀式を行おう。そして、数名のユーザーが集まり、再び廃屋へ向かった。彼らは専門家に相談し、新たな封印の儀式を行うための準備を始めた。儀式は慎重に行われ、全員が無事に帰還した。スレッドにはその報告が投稿された。無事に封印してきた。これであの廃屋は安全だと思う。エピローグ。その後、スレッドには新たな書き込みはなく、静かに沈黙していった。中村も再びに地上生活に戻り、平穏な日々を過ごしていた。しかし、ある日、彼のもとに再び一通の手紙が届いた。その手紙には、またしても異次元に関する記述が書かれていた。今度は、以前よりもさらに詳細な内容だった。これで本当に終わりなのか。中村は恐怖と不安を感じながらも、再び異次元の問題に立ち向かう決意をした。そして、スレッドには新たな冒険が始まる予感が漂っていた。ある秋の夜、2チャンネルのオカルト版に新しいスレッドが立ち上がった。そのスレッドは、実は、謎の廃病院で奇妙な体験をしたんだが、というタイトルで、投稿者が自身の体験を語るものであった。第1章、廃病院の噂。投稿者の名前は、木村。彼は大学生で、友人たちと心霊スポット巡りを楽しんでいた。これは俺が大学3年の秋に体験した話だ。俺たちは友人4人で、心霊スポットを巡るのが好きだった。その中でも特に興味を惹かれたのが、山奥にある古い廃病院だった。地元では、その病院が呪われているという噂があり、誰も近づかない場所だった。俺たちはその噂を確かめるため、
廃病院に行くことを決意した。友人の一人がその場所について詳しい地図を持ってきて、俺たちは車で現地に向かった。道は次第に狭くなり、やがて車で進めなくなった。俺たちは車を降りて徒歩で病院に向かうことにした。第2章、病院への道。病院に向かう途中、周囲は次第に薄暗くなっていった。参道は険しく、足元には草が生い茂っていた。友人の一人が、ここ本当に道合ってるのかと不安げに尋ねたが、地図には確かにこの道が示されていた。やがて古びた建物が見えてきた。病院は苔むしており、長い間放置されていることが一目で分かった。俺たちは少し躊躇したが、好奇心が勝り、そのまま進むことにした。第三章、病院の入り口。病院に到着したのは夜中の2時頃だった。周囲は静まり返り、まるで時間が止まったかのような雰囲気だった。病院の入り口には古びたドアがあり、その奥には暗闇が広がっていた。俺たちは懐中電灯を手に取り、病院の中に入ることにした。病院の中はひんやりとしており、何か不吉な気配が漂っていた。友人の一人が、ここ、本当に大丈夫か、と不安げに尋ねたが、皆は好奇心に勝てなかった。第四章、奇妙な気配。病院の中を探索していると、次第に奇妙な現象が起こり始めた。突然、耳鳴りがしたり、視界が歪んだり、幻覚のようなものが見えたりした。特に怖かったのは、誰もいないはずの場所で人影を見たことだ。その人影は廊下の奥に立っていて、じっとこちらを見つめていた。俺たちは恐怖で動けず、ただその場に立ち尽くしていた。やがて人影はゆっくりと消えていったが、俺たちの恐怖は消えなかった。第五章、消えた友人。探索を続けていると、突然友人の一人がいなくなった。彼の名前は佐藤。皆で呼びかけても応答がなく、周囲を探しても見つからなかった。俺たちはパニックに陥り、一刻も早く病院を出ようとしたが、出口が見つからなかった。道が消えたように感じられ、俺たちは完全に迷子になった。すべての廊下が同じように見え、何度も同じ場所に戻ってきてしまった。友人の一人が、これ本当にヤバいんじゃないかと言い出し、皆が焦り始めた。第六章、異次元への扉。迷子になった俺たちの中で、次第に異次元につながるような感覚が強くなっていった。病院全体が異様な雰囲気に包まれ、まるで現実とは違う世界に迷い込んだかのようだった。壁には奇妙な模様が浮かび上がり、周囲の空気も重く感じられた。俺たちは出口を探しながらも、何かに引き寄せられるように病院の奥へと進んでいった。そして最奥部にある古びた扉を見つけた。扉には古い錠がかかっていたが、何かに導かれるようにして鍵を開けることができた。第七章、異世界での出会い。扉の向こうには全く別の空間が広がっていた。そこは見たこともない風景が広がっており、
空には不自然な色の月が浮かんでいた。俺たちは恐怖と興奮でその場に立ち尽くしていた。その時、異世界の住人らしき者たちが現れた。彼らは人間のような姿をしていたが、何かが違った。彼らは静かに俺たちに近づき、穏やかな声で話しかけてきた。ここはお前たちの来るべき場所ではない。すぐに戻るべきだ、と言われた。第8章、帰還の儀式。異世界の住人たちは俺たちを元の世界に戻すための儀式を行うと言った。彼らは奇妙な呪文を唱え、周囲の空気が変わり始めた。俺たちはただその場に立ち尽くし、彼らの行動を見守るしかなかった。やがて、異世界の住人たちが儀式を終えると、俺たちは突然強い光に包まれた。次の瞬間、俺たちは再び病院の中に戻っていた。全員が無事に戻ってきたが、佐藤だけは見つからなかった。第9章、後日談。帰宅した俺たちは、病院について詳しく調べることにした。地元の図書館で古い記録を調べた結果、驚くべき事実が判明した。あの病院はかつて、異次元につながる入り口として使われていたという。多くの人々が行方不明になり、病院は封鎖されたという記録が残っていた。さらに、あの病院を訪れた者たちの中で、無事に戻ってきた者はほとんどいなかったという話も聞いた。俺たちはその事実を知り、再びあの病院に行くことはないと誓った。しかし、友人たちの中には未だにあの病院の影響が残っているようだった。第10章、スレッドの反響。木村の投稿が終わると、スレッドには多くのレスがついた。怖すぎる。そんな病院が本当にあるのか。無事に帰れてよかったな。他のユーザーたちも、自分の体験や他の心霊スポットの話を共有するようになり、スレッドは一気に盛り上がった。しかし、中にはこんなレスもあった。その病院、まだ存在するのか。もう一度確認しに行くべきじゃないか。木村はそのレスに対し、もう二度とあの病院には近づきたくない。あれは本当に恐ろしい体験だった。と返信した。第11章、新たな恐怖。それからしばらくして、再びスレッドに奇妙な書き込みが現れた。それは、木村があの病院に行ったというユーザーの話だった。俺もあの病院に行ってみたんだ。昼間だったから特に怖くはなかったけど、やっぱり何かの気配を感じた。何もないはずの場所に人影が見えたんだ。すぐにその場を離れたけど、あれは一体何だったんだろう。これを受けて、他のユーザーたちも次々とその病院に行った体験を語り始めた。夜中に行ってみたけど、道に迷った。誰もいないはずなのに、笑い声が聞こえた。第12章、再度の調査。スレッドが盛り上がる中、あるユーザーが詳しい調査を行った結果を投稿した。俺はこの病院のことを詳しく調べてみたんだ。どうやら、同じような現象が全国各地で報告されているらしい。病院の内容は少しずつ違うけど、共通しているのは異次元につながっているという点だ。この書き込みに対し、
他のユーザーたちはさらに興味を持ち、調査を続けることになった。第13章、新たな儀式。あるユーザーが提案した。このままだと、また誰かがあの病院に行ってしまう。俺たちで新たな封印の儀式を行おう。そして、数名のユーザーが集まり、再び病院へ向かった。彼らは専門家に相談し、新たな封印の儀式を行うための準備を始めた。儀式は慎重に行われ、全員が無事に帰還した。スレッドにはその報告が投稿された。無事に封印してきた。これであの病院は安全だと思う。エピローグ。その後、スレッドには新たな書き込みはなく、静かに沈黙していった。木村も再びに地上生活に戻り、平穏な日々を過ごしていた。しかし、ある日、彼のもとに再び一通の手紙が届いた。その手紙には、またしても異次元に関する記述が書かれていた。今度は、以前よりもさらに詳細な内容だった。これで本当に終わりなのか。木村は恐怖と不安を感じながらも、再び異次元の問題に立ち向かう決意をした。そして、スレッドには新たな冒険が始まる予感が漂っていた。ある冬の夜、2チャンネルのオカルト版に新しいスレッドが立ち上がった。そのスレッドは、実は深夜の図書館で奇妙な体験をしたんだが、というタイトルで、投稿者が自身の体験を語るものであった。第一章、図書館の噂。投稿者の名前は、佐藤。彼は大学生で、友人たちと心霊スポット巡りを楽しんでいた。これは俺が大学4年の冬に体験した話だ。俺たちは友人4人で、心霊スポットを巡るのが好きだった。その中でも特に興味を惹かれたのが、郊外にある古い図書館だった。地元では、その図書館が幽霊に取り憑かれているという噂があり、誰も近づかない場所だった。俺たちはその噂を確かめるため、図書館に行くことを決意した。友人の一人がその場所について詳しい情報を持ってきて、俺たちは車で現地に向かった。道は次第に狭くなり、やがて車で進めなくなった。俺たちは車を降りて、徒歩で図書館に向かうことにした。第二章、図書館への道。図書館に向かう途中、周囲は次第に薄暗くなっていった。街灯も少なく、道は荒れ果てていた。友人の一人が、ここ、本当に道合ってるのか、と不安げに尋ねたが、地図には確かにこの道が示されていた。やがて、古びた建物が見えてきた。図書館は苔むしており、長い間放置されていることが一目で分かった。俺たちは少し躊躇したが、好奇心が勝り、そのまま進むことにした。第三章、図書館の入り口。図書館に到着したのは夜中の2時頃だった。周囲は静まり返り、まるで時間が止まったかのような雰囲気だった。図書館の入り口には古びたドアがあり、その奥には暗闇が広がっていた。俺たちは懐中電灯を手に取り、図書館の中に入ることにした。図書館の中はひんやりとしており、何か不吉な気配が漂っていた。友人の一人が、ここ、
本当に大丈夫かと不安げに尋ねたが、皆は好奇心に勝てなかった。第四章、奇妙な気配。図書館の中を探索していると、次第に奇妙な現象が起こり始めた。突然、耳鳴りがしたり、視界が歪んだり、幻覚のようなものが見えたりした。特に怖かったのは、誰もいないはずの場所で人影を見たことだ。その人影は図書館の奥に立っていて、じっとこちらを見つめていた。俺たちは恐怖で動けず、ただその場に立ち尽くしていた。やがて、人影はゆっくりと消えていったが、俺たちの恐怖は消えなかった。第五章、消えた友人。探索を続けていると、突然友人の一人がいなくなった。彼の名前は中村。皆で呼びかけても応答がなく、周囲を探しても見つからなかった。俺たちはパニックに陥り、一刻も早く図書館を出ようとしたが、出口が見つからなかった。道が消えたように感じられ、俺たちは完全に迷子になった。すべての廊下が同じように見え、何度も同じ場所に戻ってきてしまった。友人の一人が、これ、本当にやばいんじゃないか、と言い出し、皆が焦り始めた。第六章、異次元への扉。迷子になった俺たちの中で、次第に異次元につながるような感覚が強くなっていった。図書館全体が異様な雰囲気に包まれ、まるで現実とは違う世界に迷い込んだかのようだった。壁には奇妙な模様が浮かび上がり、周囲の空気も重く感じられた。俺たちは出口を探しながらも、何かに引き寄せられるように図書館の奥へと進んでいった。そして、最奥部にある古びた扉を見つけた。扉には古い錠がかかっていたが、何かに導かれるようにして鍵を開けることができた。第七章、異世界での出会い。扉の向こうには全く別の空間が広がっていた。そこは見たこともない風景が広がっており、空には不自然な色の月が浮かんでいた。俺たちは恐怖と興奮でその場に立ち尽くしていた。その時、異世界の住人らしき者たちが現れた。彼らは人間のような姿をしていたが、何かが違った。彼らは静かに俺たちに近づき、穏やかな声で話しかけてきた。ここはお前たちの来るべき場所ではない。すぐに戻るべきだ、と言われた。第八章、帰還の儀式。異世界の住人たちは俺たちを元の世界に戻すための儀式を行うと言った。彼らは奇妙な呪文を唱え、周囲の空気が変わり始めた。俺たちはただその場に立ち尽くし、彼らの行動を見守るしかなかった。やがて、異世界の住人たちが儀式を終えると、俺たちは突然強い光に包まれた。次の瞬間、俺たちは再び図書館の中に戻っていた。全員が無事に戻ってきたが、中村だけは見つからなかった。第九章、後日談。帰宅した俺たちは、図書館について詳しく調べることにした。地元の図書館で古い記録を調べた結果、驚くべき事実が判明した。あの図書館はかつて、異次元につながる入り口として使われていたという。多くの人々が行方不明になり、図書館は封鎖されたという記録が残っていた。さらに、
あの図書館を訪れた者たちの中で無事に戻ってきた者はほとんどいなかったという話も聞いた。俺たちはその事実を知り、再びあの図書館に行くことはないと誓った。しかし、友人たちの中には未だにあの図書館の影響が残っているようだった。第10章、スレッドの反響。佐藤の投稿が終わると、スレッドには多くのレスがついた。怖すぎる。そんな図書館が本当にあるのか。無事に帰れてよかったな。他のユーザーたちも自分の体験や他の心霊スポットの話を共有するようになり、スレッドは一気に盛り上がった。しかし中にはこんなレスもあった。その図書館まだ存在するのか、もう一度確認しに行くべきじゃないか。佐藤はそのレスに対し、もう二度とあの図書館には近づきたくない。あれは本当に恐ろしい体験だった。と返信した。第11章、新たな恐怖。それからしばらくして、再びスレッドに奇妙な書き込みが現れた。それは、佐藤があの図書館に行ったというユーザーの話だった。俺もあの図書館に行ってみたんだ。昼間だったから特に怖くはなかったけど、やっぱり何かの気配を感じた。何もないはずの場所に人影が見えたんだ。すぐにその場を離れたけど、あれは一体何だったんだろう。これを受けて他のユーザーたちも次々とその図書館に行った体験を語り始めた。夜中に行ってみたけど、道に迷った。誰もいないはずなのに、笑い声が聞こえた。第12章、再度の調査。スレッドが盛り上がる中、あるユーザーが詳しい調査を行った結果を投稿した。俺はこの図書館のことを詳しく調べてみたんだ。どうやら同じような現象が全国各地で報告されているらしい。図書館の内容は少しずつ違うけど、共通しているのは異次元につながっているという点だ。この書き込みに対し、他のユーザーたちはさらに興味を持ち、調査を続けることになった。第13章、新たな儀式。あるユーザーが提案した。このままだと、また誰かがあの図書館に行ってしまう。俺たちで新たな封印の儀式を行おう。そして、数名のユーザーが集まり、再び図書館へ向かった。彼らは専門家に相談し、新たな封印の儀式を行うための準備を始めた。儀式は慎重に行われ、全員が無事に帰還した。スレッドにはその報告が投稿された。無事に封印してきた。これであの図書館は安全だと思う。エピローグ。その後、スレッドには新たな書き込みはなく、静かに沈黙していった。佐藤も再びに地上生活に戻り、平穏な日々を過ごしていた。しかし、ある日、彼のもとに再び一通の手紙が届いた。その手紙には、またしても異次元に関する記述が書かれていた。今度は、以前よりもさらに詳細な内容だった。これで本当に終わりなのか。佐藤は恐怖と不安を感じながらも、再び異次元の問題に立ち向かう決意をした。そして、スレッドには新たな冒険が始まる予感が漂っていた。